皆さんこんにちは。今日は9月23日の土曜日です。9月に入って初めてのツーリングになります。実はね、この8月9月と、仕事がとっても忙しくて、海外出張やら研修やらで、この阿蘇以来ね、ツーリングに、行くことができませんでした。で、実はね、ある、視聴者さんから、あまりにもツーリングにね、よく行ってるので、ね、自営業の方ですかっていう質問があったんですけど、普通にサラリーマンを、してます。普通の方よりはね、よく行ってるのは、否定できないと思います。で、今日はね、久しぶりにね、日本海に、行こうと思います。丹後半島をね、一周しながらね、今までできればね、行けてないところに行きたいと思います。では、行きましょう。気温が下がっているけど、まだ寒いほどではない。道路でサクッと日本海近くまで到達。丹後半島の東側の付け根付近、今日は晴れの予報だったが雲が多いよ。もうすぐ船屋の里、伊根、前回訪問の時にはここを知らなかった。ここは伊根の船屋を上から眺めることができる場所、だよ。Thank you.
船屋の裏路地を走ってみよう。とても雰囲気のある良い道だね。止まっている多くは軽自動車。ここでは軽自動車が生活しやすいんだね。178号線に戻った。西を目指そう。空が薄雲に覆われているのが残念。漁村、統一感のある家屋の昔ながらの屋根と外壁がいいね。抜けて続くまっすぐな道、行けるところまで行ってみよう。